デパート王子、1619年から1682年、父はドイツを主戦地とした三十年戦争の発端となった人、母はイギリス国王の娘で、国王は正教徒と国内で戦争していました。だからこそレパートはドイツ中心地の三十年戦争、オランダ中心地の80年戦争、そしてイギリス国内戦争に大きく関わっていくのです。